ペドロのドラフトファイト一発。おい、なにこれ。何ですかそれ。木の盾。あれ届いた。いや、作ったんでしょあなたが。え？でもあとまだしさ。ありがとうございます本当。今日持って持って一緒に。じゃあ、あれですか、千人。本日もですね、うん、昨日に続きまして、うん、あいつ今何してる？ドラフト2編。いや。我々の傾向として、うん、これ。いや掘った方がいいですよ、せっかくならね。せっかくね、昨日なかなか面白かった。ね、出ましたからね、傾向は。僕らの中でね、うん、はい。ルールは昨日と同じでございます。はい、大卒ならば、まあ、3年。うん、高卒ならば5年は予想を見ようということで、うん、2016年から2018年のドラフトに指名された選手を調べまして、うん、今シーズンの成績と照らし合わせて門前なりにですね、うん、S から D まで5段階でランク付けさせていただきます、うん、いや純粋に楽しみですよ。そうですか。あのドラフト2位の選手が各球団どれぐらいの戦力になってるのかね。確かにな、うん、やっぱりね、プロに入ったら、うん、結局順位ってあんまり関係ないじゃないですか。この選手のドラフト何位だったなって見方あんましないんで、まあ、逆にドラフト6位とかだったらね、うん、あ、このあの中野選手とか、うんうん、そうですね、6位なのにすごいねみたいな話題になりますけど、うん、まあしかも1位に上位の選手って、うん、まあ即戦力の選手ね、期待されて入る選手多いですから、うん、まあ、やって当たり前じゃないですけど、そうね、辛いっちゃ辛いですよね、うん、PK 入団みたいなもんですよね。 PK 入団決めて当たり前みたいな。あ、そうですね、あ、まあ結構重圧かかんじゃないかなと思いますよね。違う種目で、え、サッカーファンも取り入れて。早速行ってみましょう、うん、はい、2016年からスタートです、うん、2016年の指名選手一覧こちら。2016年まずヤクルトスワローズ、星投手、うん、防御率 3.54、うん、主に中継ぎとしての起用ですかね。そうですね、まあ、23試合、主に今年で言うと前半戦、はい、活躍した投手ということで、うん、まあ、数値見ても B ランク。そうですね、仕事したんじゃないですかね、はい、これは、続きまして阪神タイガース、この投手、うん、防御率がね 7.98、うん、あんまり良くはない、うん、登板数も12回にとどまっていると、うん、ではちょっとね厳しめの試合定着できなかったっていう感じですかね、はい、ジャイアンツ畑投手、うん、平野選手もね、いろんなパターンで起用されてて、そうですね、すごく戦力になってると思いますよ、うんうん、パラマジック、パラマジック ね、 ね、ウィップなんか 1.10 ですから、うん、非常にいい数じゃないですか。来年度も中継ぎで回る感じなんじゃないですかね、この感じでね。そうかもしれないですね、はい、まあ、あのしっかり1年間頑張ってます、ね、B ランク、あっぱれ。お、うん、ちょっとはひねれよ。次は広島東洋カープ、はいはい、高橋投手、うん、花咲徳栄ですね、うん、まあ、今年ね1軍の登板機会は一気に増えましたが、はい、うん、まあ、なかなか、まあ、順調には結果は出てはいない、うん、まあでもね5年目でしょ高卒、うん、これがまた来たわね今年とって、うん、一緒に戦力になるようだともうまた広島強くなるなと。ありがとう。まあ、B ランク、うん、いやそうですよ、来年行きたいという意味も込めましてですね。そうですね、はい、横浜水野投手、うん、こちらの投手はですね、2019年に引退されてるということで、まあ、D ランク、ドラフト2位の選手でもこうやってね厳しい世界です。うん、間違いないです。オリックス、うん、黒木投手、うん、こちらも一軍登板は今年ないと、うんうん、立正大からね入ってきて即戦力期待されてもやっぱりこういう選手もやっぱりいるわけですよね。続きましてロッテ酒井投手、うん、防御率 2.37、 52登板、うん、1本 1.11、 素晴らしいですよ。 A ランク、うん、うん、いいでしょう。ですがこの選手は、うん、楽天にね、楽天に移籍されたと、移籍しております、うん、まだ入った時はロッテだったと、うん、続きまして楽天、うん、池田投手、うん、こちらもね、防御率 3.98、うん、貯金はなかなか作れず、まあ、ただ登板機会はね非常に与えられてると。そうですね、まあ、期待なんでしょうね、はい、先発メインで、うん、まあ、頑張ってるということで B ランク、はい、こちらの選手も日本ハムに移籍してますからね、なかなかね、もう入団して5年ですけども、うん、まあ、積極的な移籍という意味でしょうね、うん、に関してはね。ソフトバンク古谷投手、あ、素晴らしい防御率 2.19、うん、うん、ウィップね1切ってますよ。いやこれね登板数少ないですけど、うん、ここ最近のピッチング見たら、うん、いやもう来季多分戦力で考えてますよ。なるほど、間違いないですよ。来年はソフトバンクの中継ぎで、ね、中継ぎで、うん、しっか
張りと、こちら B ランクとさせていただきました。はい、西武ライオンズ、中塚投手、こちらも1軍登板なしと、ということで DX。そうですね。はい、昨年は6登板ですね。はい、じゃあ打者に行きます。はい、こちらはね、投手が豊作の年だったということですかね。うん、はい、中日ドラゴンズ、こちらレギュラーね、京田選手、はい、打率は2割5分7厘、一時期すごく固め打ちしててね、3割届くんじゃないかっていうタイミングもありましたね。ありましたが、ちょっと長くは続かず、2割5分7厘ということで、ただね、守備の貢献等もありますので、こちらは B ランクかなと。あ、そうですね。はい、来年頑張ってほしいですね、立浪政権でも、はい。そして日本ハム、石井選手。はい。まあ、1軍にはね、帯同して、もちろん。チームの戦力にはなっているかなという形で、まあ、B ランクとさせていただきました。はい、2016年以上となります。はい、続きまして、2017年。はい、2017年のドラフト2指名選手一覧、こちらです。はい、こちら2017年に関してはまあ半々と、はい、ヤクルトスワローズ大下投手、はい、防御率 2.48、29登板、ウィップもね1切ってますよ。これ前半戦主に今年ね活躍して、今戦はちょっとね、出れなかったっていう、でちょっと心配は心配ですね。心配ですね。はい、まあでもあの前半戦しっかり活躍してたということで B ランク、間違いないです。はい、阪神タイガース高橋投手ですよ、ジャイアンツキラー防御率 1.98、はい、まだね登板数はあまり重ねてはいませんが、すごく印象的なピッチングが見受けられる、いいピッチャーですよね。復帰してからね、素晴らしいピッチングしてますよ。広島、山口投手、お期待してるんですけどね、高卒でね、すごいいいまっすぐを投げて、期待してるんですが、今年は1軍登板がないと、なるほど、来年に期待ですね。そうですね。はい、で中日ドラゴンズ、石川投手、こちらも1軍登板がなしと。あ、2019年ね、肘の手術して、去年はあのリハビリで、まあ、今年からっていうところだったんですけど、またね、来年からっていう、はい、ところでしょうね。確かにね、怪我を治してもらって、はい、はい、オリックスバファローズ、鈴木投手、まあ、これ、K 鈴木投手、そうなのよ、鈴木光栄っていうとさ、誰って思いました、誰と思うんだけど、ああ、K 鈴木。が防御率 3.11、はい、33登板、ウィップ 1.27、非常にね、あのオリックス投手陣、しっかり歯車。いやー、中継ぎいなかったら回らなかったんじゃないですか。ねえ、本当にこちらね、まあ首位争いしてますし、A ランクといいでしょ。お健一さん、三河さんかな。はい、ソフトバンク高橋投手、どうした、侍ジャパンでもね活躍した素晴らしいサブマリンなんですが、今年はねちょっとコントロールに苦しんでる、繊細なんでしょうね。防御率も 5.8 に、何かねこのオフにきっかけをつかんで、まあまあ、まだまだね老け込む年じゃないですから、じじいかまあ、あのちょっと今年の成績は C ランクとさせていただきました。はい、日本ハムファイターズ、西村投手、3.48、27登板、まあこの投手も後半戦から出てきたピッチャーなんで、まあ来年楽しみな数字ですよね、後半戦でこの数字ですから。はい、はい、打者いきます。はい、ジャイアンツ、岸田捕手、親近感すごい湧くんですよ。はい、あの社会人出身のね、はいはいはい、であのベンチワークとか見てると、あ、社会人ならではの盛り上げ方をされてるなっていうね。あ、その我々も一応社会人感度ですから。あ、そうそうです。ちょっと一歩引いて、はい、あと盛り上げを後押しするようなね、非常に親近感が湧きますね。あのキャッチャーもね、まだ大城選手もピリッとしませんので、はい、まだチャンスは。あ、もちろんです、もちろんです。はい、思いますよ、パンチ力あるんでね。はい、横浜ベイスターズ上里選手、レギュラー取るんじゃないかというタイミングはありましたが、今シーズンはなかなか苦しんでる印象ですね。そうですね。そしてロッテ、はい、藤岡選手、こちらもねショート守ったりサード守ったり、いろんなポジションやってますよ。2割6分、100本ヒット打ってる、100本打つってすごいことですからね。そうですね。ここでシーズン通してロッテの躍進を支えてるなと判断いたしましたので、A 評価、いいでした。楽天球団、はい、岩見選手、こちら慶応大学だね。ああ、これはなかなか苦しんでます。苦しんでますね。期待されて入ってきましたから。そうですね。まあ本人的にも不甲斐ないでしょうね。はい、西武ライオンズ、西川選手ですね。まあ高卒4年目ですか、まだ。はい、っていうところでね、まあ来年勝負。勝負ね。の1年と位置づけてね。なかなか西武の外野陣も競ってますから、いい選手出てきて。そうなんですよ。割って入るかね。はい。まあこれ左バッターですから、はい、割って入るならチャンスありますよ。確かにね。来年期待しましょう。はい。という形で2017年でした。うん。それでは最後。はい。
2018年参りましょう。はい、2018年、うん、ドラフト2位指名選手一覧はこちらです。投手からいきます、はい、広島東洋カープ島内投手、うん、防御率 3.40、 登板数47、うんうん、今年ねちょっときっかけを掴んでくれたんじゃないかなと、うんうん、そういう印象でございます。はいはいはい、コントロールもね少しずつ改善されつつあると思うんで、うん、来年さらなる中継ぎの大車輪、いやいいじゃないですかね。中日梅津投手、うん、防御率 1.59 なんですが登板数が3回と、いやスタートでバッといい、おお今年の梅津はやるかと、うん、ローテ守るかって感じだったんですけどね。キャリングを込めて、うん、ちょっといい評価、うんうん、厳しい、うん、はい、ロッテですね東投手、うん、まあ、中継ぎメインの起用ですが、うん、登板数も35試合、はい、しっかり投げてチームの力になってますよ、うん、なってますなってます、 1.33 と、うんうん、首位争いしてるロッテ、うん、戦力になってると判断しましたので、うん、B ランクうん、つけさせていただきます。文句ないでしょう。ソフトバンク、はい、杉山投手、うん、こちらもね、まあ、ウィップが 1.74 と、うん、なかなか今年は上がりきってはいないのかな。あ、まあ、このピッチャーも後半戦からね、はい、出てきて先発なんかもやってますから、うん、まあ、ここからここからというかね、チーム的にはまあ来年ぜひっていう感じでしょうね。そうですね、うん、特に12球団の中でも投手のイストリーというのは激しいチームではありますが、ね、頑張ってほしいですね、はいはい、そして西武ライオンズ渡辺投手、うん、こちらね埼玉浦和学院、浦和学院ですよ、うん、防御率 3.44 登板数17、うん、まあ、しっかりね、はい、先発ローテ守ってますよね、うんうんうん、高卒3年目でこの数値は、いやそうっすね、素晴らしいですよね、うん、後半戦のピッチング見てるともうこれは来年期待せざるを得ないね。あら、あ、誰ですかいや誰とかじゃなくて、松木さん、やっぱりサッカー層いや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 、松木さんだろ、さっきのそんなことないよ、期待せざるを得ないでしょ、これはあるだろ、いけないけ、キーパーにでもと入ってるよ、今のいや、それ入るこれで B 評価と、はい、うん、もう来年さらなる飛躍を期待しますね、うん、はい、そして打者いきましょう、はい、ヤクルト、中山選手、うん、そう、打率も1割足してない、うん、なかなかね、他にも若いいい選手が出てきましたので、そうですね、入ってね、2年目とかね、オレギュラー掴むかっていう感じあったんですけどね、うん、なかなかね、厳しい数字では、うん、そうですね、頑張ってほしいですね、はい、そして阪神タイガース、うん、小畑選手、うん、打率2割6分1厘、うん、安打数はね、まあ、6と少ないんですけども、うん、まあ、守備固めだったり、うん、そうで、いや大きいんじゃないですか、大きいですよね、阪神も飛躍的にその総合類の数値が今年上がってますから、うん、そのね一つの要因に、いや間違いないですよ、なってますよね、まあ、いい選手です、うん、はい、そしてジャイアンツ、うん、アスナ選手、うん、ね、高卒3年目、うん、ですが1軍の出番はなしと、そうですね、なかなかね難しいんですよ、増田選手は守備が売りでね入ってきた選手なんで、強肩のどうアピールしていくかっていうね、やっぱり打てないとね、特にね今守ってるのは坂本選手ですから、相当求められるところありますよね、まあ、なのでね、まだ高卒3年目ですから、うん、バッティングが開花すること、うん、そういうことですね、うん、横浜、うん、伊藤選手、うん、こちらは1軍の出場3試合ありますが、うん、まあ、ヒットはない、そうですね、うんうん、ただね、あのプロスピもね、うん、ルーキーガチャ出てましたからそうですそうです、まあ、まだ3年目の選手ですから、はい、はい、こっからですよ、こっからですね、うん、また松木さんいやいやいや、ここからここからオリックス、はい、トングー選手、うん、僕はもう僕はねプロ野球の中で一番可愛い名前だと思ってキングーみたいでしょまあ、一軍帯同して、うん、1年間、はい、仕事はね、うん、やってる印象はあります。そうですね。ただね、もっともっと打てる、うん、打てるんじゃないかなということで期待の意味を込めて C ランク。うん、そうですね。ファンの方からしたらちょっと打撃成績物足りないかもしれないですけど、うん、オプスは0.7 ありますから、素晴らしいですよ。長打力あるんですよね。うん、もうリズ残せれば、うん、もう打てるキャッチャーって言ってもいいですよね。そうで、まあ、キャッチじゃなくてもまあ DH であったりっていうところで、ね、割、う、っ、んうん、て入って。欲しいですよね、うん、楽天、うん、太田選手、うん、じゃあ爆笑問題、はい、太田さんと同じですね、うん、シーズン序盤はね、うん、これはスタメンマスク取っちゃうんじゃないタイミングもあったんですが、うん、なかなかバッティング苦しい、苦しんでますね、まあ、105試合出場なんで一部には帯同、ね、ずっとしてる選手なんですけど、うん、まあ、ここでね今年のドラフトで入った安田選手と比較されるからね、まあ、切磋琢磨して、うん、
まあ、どういう形になるかね、来年楽しみですよね。はい、で最後日本ハム、うん、野村選手ですよ、うん、これは素晴らしいですね。いいよ、いいですね、うん、打率2割7分3厘、はい、ヒットももう100本近く打ってますよ、うん、高卒3年目でこの数値、A、評価、いやいいでしょう、十分ですよ。まあという2018年なんですが、はい、この年に関してはあのだからね、大阪桐蔭最強世代、うん、ネオ選手のドラフト1位でも、うん、ネオ選手であったり藤原選手、うん、小園選手、うん、あそうですね、もいましたから、うん、これだからね上位で6人示されてますよ、うんうん、高卒で、高卒でね、非常にレベルの高い年、そういうことでしょうね。まだまだね、まだこれから。ああ、そういうことですね。全然ありますよ。うん、マスター選手もそうですけど。うん、そうですね。はい。それではですね、うん、まあ、一応この動画のオチじゃないですけど、はい、うん、昨日に続きまして、うん、各チームごと S から D でランク付けしてきましたが、うん、S の選手1人につき50万ポイント。それでいくのね。はい。わかりました。今いいですよ。毎回無駄と言っても合計値を決めて、はい、まあ、今の順位とどのようにリンクしているのか、あ、これ楽しみなんだよな、発表していきたいと思います、はい、まずセリーグからいきましょうか、はい、その合計値をまとめた一覧がこちらです、うん、どうですか海田さん、うん、あ、ヤクルト70万ポイント、はいはい、阪神70万ポイント、うん、ジャイアンツ50万ポイント、うん、広島70万ポイント、うん、中日50万ポイント、はいはいはい、横浜40万ポイント、うんうん、なんかね1位の時はもっと露骨に差が出てましたけどね。あ、そうですね、1位の時よりは、うんうん、まあでも比較的順位通りにはやっぱりなって、まあ、巨人と広島がね、はい、逆ですけど、うん、まあ僅差ですから、僅差ですね、うん、まあ、ドラフト2位が仕事してるチームがやっぱり上の方にいるっちゃいるんじゃないですか、ね、これを見るとね、はい、うん、そしたらパ・リーグいきます、はい、こちらですね、ロッテで言いますと、うん、酒井投手が楽天に移籍してたりと、うん、そういう状況もありますので、うん、この括弧が書いてあるチームはこの括弧の数値が、まあ、現状の最初のね最初の数値となっております、うん、はい、これに関しましては、うん、日本ハムが1位とはい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 、120万ポイント、これ全チームでダントツトップですよ、うん、あ、そういうことですね、はい、そしてまあロッテなんかね、いいドラフトをやってきたんだなと、はい、110万ポイントなんですが、まあ、ロッテはその酒井選手が、うん、楽天に移っているので、うん、まあ、A ランク40万ポイントマイナス、うん、70万ポイントになってしまっています、うん、はい、まあ、ちょっとパ・リーグはセ・リーグと違うのかな。まあパ・リーグもそんな開きなくて、はい、あの日本ハムだけバンと叩いてたんですよね、はい、どうですかこの数値から何か海田さんどれなの。そうですね、日本ハムは、1位は、まあ、結構高卒行ったりとかねする球団なんですけど、そういう場合2位は確実に即戦力で抑えてくるんですよね。でそれがハマってるっていう結果じゃないですかね、この数値は。日本ハムの2位指名の選手で言いますと、うん、石井選手、うん、西村投手、はい、野村選手です、ね、あれ高卒もいるんだ。そいやだからね、楽天からね池田選手、うん、高得点の選手が移ってきてますが、それを抜きにしてもまあ高いですね。まあ高いですね、5年前から3年前まで、うん、この結果だけ見てしまうと2位の選手の活躍そんな関係ない。まあそう言ってもいいかもしれないですね。セリーグも団子でしたし、順位にさほど1位ほど関係はないのかなという結論になるのかな、うん、まあそれで一旦出してもいいかもしれないですね、はい、2位はおおむね皆さん平均的な活躍をしているというデータ、うん、ただチームに非常に大きいインパクトを与えているかといえばクエスチョン。うん、まあ S はいなかったってことですよね、意見、ね、時点で、うん、まあね、はっきり結論、うん、それいいと思いますよ。はっきりね、こうやって、うん、僕らの思い描いてる数字が出るとは限らないですから、はい、データはね、まあ、という考察でございました、うん、はい、はい、ということで、うん、本日はあいつ今何してるドラフト2編でございました、うん、はい、最後のね、結論に関してはちょっと皆様なりの何かそうなんじゃないっていう考察があれば、うんうん、コメントいただけると嬉しいです、はい、特に日本ハムですね。日本ハムね、はい、はい、なんとなく予想ついてる方いらっしゃるかと思いますが、うん、明日の8時は、うん、あいつ何してるドラフト3位編でございます。そこまでやらせてください。また面白いデータが出るかもしれない、うん、そうですね、はい、ちょっともうちょっと探ってみたいと思います、うん、それではまた明日8時お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。スイスのだな。いや分からんだろそれ。いい気だ。いや、京葉電子で買っただけでしょ、それ。あえいかんはフェドローに輝く。語呂ある。チャンネル登録お願いします。